2056行から60行の文の訳ですけど、まあ、なぜこんな訳になるのかということをご説明したいと思います。道はすなわちその路に上り、しかしてその卓に変える。徳はすなわちその質を閉じ、しかしてその戸を開く。戸を開けば、戸を開きてその戸に上る。すなわち万有ことごとく現れ、万体ことごとく現る。意味不明でしょう。で、この道がバイナリーです。どういうことかというと、道がこのことなんです。ちょっとこちらを出しましょうか。これが宇宙資源の存在。まあ、ヘーゲルなら絶対精神と言ったでしょうけど、バイエンは現なる一元気、つまり言明不能なる存在。論理的にはラッセルのパラドクスに陥る自己放逸者。まあ、これを超える定義っていうのはできないと思います。これは末木武弘先生の定義で、末木三論文のうちの一つ、西田幾多郎と三浦バイエンだったか、バイエンとヘーゲルかに載っています。それでこの「道」っていうのは何のことかというと、この「敬意傍絶図」の、これまあどこでもいいですから、こうクリックすると、これが道なんです。この2つに分かれるっていうのが、これ道なんです。常にバイナリーで分かれるからこうなっていくんです。どこからクリックしてもこうなります。どこが出発点という決まりないんですよね。どこからでもそう書いています。これはどうなんです。こう行きますよ、こう行きますよ。しかし全体性を失わないです。2分の1にはならないです。それでこの位置はこういう図があってですね、これ「う」って書いてるんですよ。これが「徳牛」という「徳臼」、徳は臼、内包してますよと書いていて、次にいくとですね「開」、これが道で開かれた、先ほどのバイナリーで全展開された、つまり現出した世界そのものを開って言ってるんです。で、これをどう訳したらいいのか、頭を悩ませているところですが、一応その資源の存在の超越的な自己展開の力は二分岐の連鎖を進み、そんなふうにしか訳せないんですよ。主題は常に現なる一元気ですから、超越的な自己展開の力って、人間が展開させたわけではありません。だから超越的です。この超越的をどう訳すかという問題なんですが、まあスーパーナチュラル、ザ・スーパーナチュラルですね。セルフ・アンフォールディング・パワー。で、これをスーパーナチュラルにした方がいいのか、あれトランセンデンシャルにした方がいいのか、超越的、トランセンデンス、トランセンデンシャルであれば、ヘーゲルは絶対精神のことを、絶対精神の自己展開でしたかね、これをトランセンデンシャルという言葉を使っている。それからフッサールの超越論的自我とかいう、その超越はトランセンデンシャルを使っている。カントもそうだったと思いますけど、よく知りません。そうするとこれをどう訳すかっていうのが問題になってきて、スーパーポテンシャルと訳そうかなと思ったんですけど、スーパーポテンシャルとなると、それでも当たりなんですよ、外れてはいないんですよ。そうすると超対称性ですから、南部陽一郎博士から始まる対称性の自発的破れですね。で、言語における対称性の自発的な破れがこれなんですよね。
どこまでもこう破綻していく。自発的な対称性の破綻です。最初にどこかで破綻したんですよ。でスーパーポテンシャル安定しているけども、それは続くわけではないし、安定 の、 まあ、超対称性があるということは、その排反追事象として道、道が出てくるんで、自己展開せざるを得ないです。だからこれを、この一つの語をどう訳すかで、一応スーパーナチュラルにしているんですけど、これはもう中二でも書くしかないんですよね。質問を受けたら答えるしかない。そう、スーパーポテンシャルでもあり、トランセンデンシャルでもある。それは当たらずとも遠からずなんですよ。まあ、その道はバイナリーのことなんですね。その路というのが今言ったこの展開の、まあ、道筋なんですよね。このロジックによって時間と空間とかも分けたんですよ。それは恐ろしい思想なんです。それで、すなわちのぼその炉に上り、しかしてその宅に結だから、その連鎖、この連鎖がですね、この連鎖が全体性に変える。その宅っていうのはこの宅、全部宅なんです。これ全部も宅なんです。どこから行ってもそうなりますよということです。だから自己回帰性、まあフラクタルですね。そういうことをもう直感的に見抜いていた。地球環境世界へと展開する可能性は、これはもう特なんです。どうしてかというと、地球環境世界ができているからですね。この自然科学はその中で、この200年作られた人工的な文明です。人工文明ですね。大量生産文明なんです。大衆型文明なんです。これへと展開する可能性は、はじめは潜在的である。その質を閉ずというのを、またこの質をどう訳すか、ルームって訳すわけにいかないです。潜在的であるが、扉を開いてその全体をあらわにするっていうのが、これがあらわになるんですよね。全部開いている。だから認識可能なんですよ。それ科学的に認識するか、何的に認識するかは、それぞれの人によりますけども。でその戸を開いて、しかしてその戸を開く、その戸を開けば、その戸を開きて、しかしてその戸に登る。じゃあ道と戸がどう違うのかというと、こういう進化のプロセスを言ってるのかもしれない。というのは、増加とは成果ということなり、まあ生成かかして、ちょっと文を覚えていませんけど、増加とは成果ということなりというんで、増加というのを非常にもう見抜いてたんですね。そういう特殊能力を持った人だったんです。これ時々歴史に出ます。そういう能力を持った人、ヒッパルコスもそうだったし、自然界を洞察するとんでもない能力を持った人って時々出るんです。バイエもそのうちの一人だった。まあ、皇帝大教とかも書いた、皇帝とか神農本草経を書いた人とか、超能力をみたいな能力を持ってたんです。これは絶対音感を持つ人とかね、あんな人もそうです。凡人ではない人が1000人に1人とか1万人に1人、場合によっては1世紀に1人とか1000年に1人とかしか出ないこともありますけど、超能力的な能力を持った人が出るものなんです。こういう図からまあその訳文を考えていくしかないんですね。で場合によことごとく現る。これも自然界として現れている万体、その様態、状態ですね。これも時間的な変化ですよね。
それはこれもことごとくでいいと思います。ことごとく現る、ここで剣路で対ですよね。剣というのは現在に現れる。剣寺はすなわち終身の遊ぶところって、現れた時、剣寺、見える時と書いて剣寺。これは現在のことなんです。路というのはこの空間の全広がりのことです。全広がりに現れたものを路と言います。だから知殺路部って言うんですよね。こういう文をどう訳すかっていうのは、もうこれは漢文を読めるか読めないかとか、英語ができるかできないかとかいうレベルではないんです。これはスーパーナチュラルでもトランセンデンシャルでもスーパーポテンシャルでもいいんですけどもね、質問された時にどう答える能力があるかどうかです。読むのは別に難しくも何ともないんです。読むこと自体であれば、それでこれに従ってこうやってこの中に分けて空間時間その他全部入ってるんですよね。これぐらいなら私読めます。よく通ず、その前の2語は分かりません。天よく仏をなして、しかして本よく本心よく一、事物よく雑す。真、本心をもってして真に、仏、天地をもってして大す。対対隔てて仏、心身交わりて事。仏、常理に、常理生成に立ち。事、変化錯雑の間に行わる。中通不足、天道自死、天産地欠、加下液水、仏持ってなる。読むのは難しくないんですよ、言語は。帰り点送り穴があれば。意味不明でしょう。加下液水。やっぱり、最近、これがアーサー・ケストラーのいうホロンであると。いうことはここに書いてあります。宇宙ですね。これがどうしてスイカにしてしたのかなっていうのが謎だったんですけど、ここはやっぱり地球環境世界ですね。それでスイカにしたんですね。これは長く謎でした。下液にすべきだと思ってたんですけど、スイカってしたのには我々が住んでいるこの地球からしか観察も観測も思考もできないですからね。大地に足を下ろしてしか、だからここが水管にしたんですね。だから水周でハイドロスフィアですよね。火が太陽の光で温められた大気の作用を発するということを書いているということが分かりました。なかなか大変な書物です。ではこれで終わります。